どうやらまた夢を見ているようだな。もみじが語っていたもう一人の私、そして抜け落ちているカグラと出会う前のこの記憶。日に日に都の陰の気が高まっていることも、このことと無関係とは言えない。何者だ苦しいものだな。自身がわからんということは。お前は？我は生命。本名じゃ。生命。生命は私だ。本当にそうか。貴様が生命なの。私もまた生命なのだ。おっと、ここは夢の中。私を重複させようとしても無駄なことだ。一つだけ教えてやろう。もう間もなく、都は闇に包まれ、我が悲願はなされる。止めようとしても無駄なことだ。この都に何が起ころうとしているのだ。ここか。手紙をよこしたという鬼が待つ場所とは。はい、生命様。一体何者なんでしょうね。またおかしなことにならないといいけど。にゃははは、見つけたにゃん、阿部の生命。今度こそこのにゃんがお前を倒してやるにゃん。はい。なんだにゃん、その目は。覚悟するにゃん。力を行使せよ、救急如立量。呼び出したのはあなたですか？うん？何のことにゃん？にゃんはお前たちを見つけたから襲いかかっただけにゃんよ。迷惑なやつだな。くそ！次は勝ってやるにゃん！覚えてるだにゃん！どうやら鬼違いだったみたいですね。あれ？じゃあ、生命様を呼び出したのは。お兄ちゃん、やっぱりあれは生命様だよ。間違いないよ。ですが、今の生命様は。もう少し様子を見ましょう。お兄ちゃんの意地悪。ふん、
どうやら誰かに見られているようだ。こちらから探ってみるか。生命、大丈夫？ん？何がだ、神楽。昨日の夜、うなされていたみたいだから、その。何？ここ最近、少し夢見が悪くてな。そうだな。後で、八尾菊ににでも相談してみるとしよう。うん。そうした方がいいと思う。生命様、先日のもみじ様の件、まだ悩まれているんですか？生命様が二人いるなんて、にわかには信じがたい話ですが。だが、状況証拠はある。一概に否定もできまい。そんな、生命様が二人いたら、琥珀はどちらにお使いすれば、なんて、決まってますね。琥珀はいつでも、生命様のそばにいますよ。逃げたふりをして油断したところを襲う計画がなんでバレたにゃん？ぐぅ、こうなったら破れかぶれだにゃん！さあ、私と共に戦ってくれ。氷で溶かした歩道などは、ここは私に任せて、心配ご無用です。バッチョー！ふっ！ふっ！ガカイ！はっ！まだまだにゃー！飛べ！残りです！ふっ！五行！結界陣！飛べ！私の小鳥たちよ。バッチョー！溶接よ。宇宙に寄り連れよ。少し休んでくださいな。バッチョー！ふっ！ふっ！この少女。ここは私に任せて、心配ご無用です。バッチョー！ふっ！ジュフタイム。少し休んでくださいな。飛べ、私の小鳥たちよ。眼中孤身。飛べ、私の小鳥たちよ。ガカイ。大丈夫ですか、道場。で、しまった。隠れ身の術が。生命様、あれは。やはり、何者かが隠れていたようだな。生命様会いたかった。お久しぶりです、生命様。生命様、この方たちは？生命様？あなたたちが何者かは知らないけど、生命はわからないと思う。私と会う前の記憶を失っているから。やはり、そういうことなのですね、生命様。ん？どういうことなの？お兄ちゃん。言ったじゃないか、道場。生命様は僕たちのことを覚えていないと思うと。そんな、嘘だよね、生命様。私のことをわかるよね。ほらほら、この自慢の羽をもぐもぐしてみて。すまない。以前のことを思い出せないのだ。見たところ、私にゆかりのあるものだとは思うのだが。生命様のバカ！
しまいましたね。どうする、生命。話を聞かせてくれないか。何でもいい。私もこの記憶を取り戻す手がかりを探しているのだ。僕の名前はオグナ。あの子は妹の道女です。共に生命様の式神でした。その、覚えていらっしゃらないみたいですが。生命様の式神？生命の式神ということは、琥珀は知ってるの？すみません。琥珀はずっと定員で眠っていたので、定員に戻られた生命様に困った事態が起こった場合、目覚めて手助けをする。それが琥珀のたった一つのお役目だったのです。それって、もしかすると生命様はこんな事態を以前より予見されていたのかもしれません。実は以前から生命様のことは観察させていただいていました。だから僕は生命様が記憶を失っていることを知っていたのです。ただ、妹には心配させたくなくて、ずっと理由をつけて会わせないようにして。なるほど。でも、とうとうバレてしまったと。はい。必死に止めたんですが、あの通りの性格なので。昔からそうです。生命様に甘えてばかりで、困った妹です。私の式神だと言ったな。では、私が記憶を失った時、何をしていたのだ？妹と二人、遠方までお使いに出ていました。遠方？はい。熱田神宮まで、調べてほしいことがあると。それは何だ？三種の神器、草薙の剣についてです。ですが、結局調べ物については空振りに終わりました。草薙の剣は、熱田神宮にはなかったのです。なかったって、三種の神器の一つ、草薙の剣は、熱田神宮に奉納されているはずです。それがないなんて、表沙汰になったら、国を揺るがす大騒ぎですよ。僕にもわかりません。なぜなかったのか。そして、記憶を失う前の私が、なぜその調査を指示したのかも、か。ですが、妹と二人戻ってきて驚きました。生命様は僕たちを覚えていないし、他のみんなは好き勝手に生きてるし。他のみんなですか？はい。同じく生命様の式神だった者たちは、どうやら記憶を失っているようです。みんな都のあちこちで気ままに暮らしてて、僕のこともわからないみたいで。他にも生命の式神は？はい。どうやら生命様と一緒にいた式神のほとんどは記憶を失っているみたいです。訳がわからなくて、ただ隠れて様子を伺っていました。一体、僕たちが都にいない間に何があったんですか？生命様もずっとその手がかりを探しています。ありがとう。少しだが、貴重な手がかりを手に入れることができた。いいえ、僕は生命様の式神ですから。生命様、少し変わられましたよね。以前はもっとピリピリされていたというか、得体の知れない鋭さみたいなものがありました。今の生命様は、なんというか、とても人間味に溢れている気がします。妹さん、放っておいていいの？そうだった。早く連れ戻しに行かないと。そんなに慌てなくても、そのあたりにいるんじゃないですか？道場のやつすぐ迷子になるんですよ。大変だ。すぐ探さないと。私も手伝おう。気になることがある。それに、忘れてしまったことを、あの子にしっかりと詫びなければな。雪？泣かないで。
可愛らしいわらべの子、いいことを教えてあげる。あの生命は偽物なのよ。偽物？ええ、私は本物の生命様を知っています。会わせてあげましょう。生命様はあなたの気持ちを裏切ったりはしない。だからついていらっしゃい。落ち着いて、きっとそんなに遠くまで行ってないと思う。ひとまず手がかりを探しましょう、生命様。生命、さっきの話だけど、私気になることがある。気になること？うん。亡くなったという草薙の剣の話。なぜだろう。その名前を聞くと胸がざわつくの。その、何か恐ろしいことを思い出しそうで。カグラ、苦しいなら無理はしなくていい。お前の記憶も必ず取り戻してみせよう。うん。でも、もし取り戻した記憶が恐ろしいものだったら、それを思い出すことはいいことなのかな。この辺りにはいないみたいですね。あ、でも何か手がかりがあるかもしれません。しっかり見てみましょう。ゲゲゲ、また出やがったにゃん。もう今日は戦いたくないにゃん。さらばだにゃん。あれもかつては生命様の式神だったものの一匹です。全然そんな風には見えませんが。まあ悪さをして生命様に捕まったので、ずっとあんな感じですけどね。お、生命じゃないか。どうかされたんですか？その、僕と同じような姿形のあやかしの女の子を見ませんでしたか？あなたと同じような。おい、弟よ。あれじゃないか？さっき寒そうな女と歩いていた。それって、どこで見ました？落ち着けって。確か向こうの方へ一緒に歩いて行ったぜ。すみません、仕事の途中なものであまり詳しいことは。いや、助かった、ありがとう。ここうっすらと地面が凍ってるみたい。かすかな陽気を感じる。どうやら鬼の仕業のようだが。妹の気配も感じます。ここにいたのは間違いないです。くんくん、どうやらずっと向こうへ続いているみたいですね。行ってみましょう。妹よ、無事でいてください。誰かと一緒だった、そう言ってたのも気になる。あ、いました。お兄ちゃん。妹よ、さあ戻ってくるんだ。生命様も心配されていたぞ。やだもん、私は本物の生命様に会いに行くんだから。ええ、その通り。本物の生命様なら決してあなたを裏切ったりしませんよ。お前は何者だ？私は雪女、生命様の式神です。あなたではない、本物の生命。もう一人の生命。この人の言う通りだもん。私のことを覚えてない生命様なんて偽物に決まってるんだから。まったく、お前はいつも聞き分けのない。生命様、こうなったら無理やり捕まえて連れ帰りましょう。お兄ちゃんのバカ、できるものならやってみろ。手を貸しますよ。あんな奴らやっつけてしまいましょう。うん、覚悟しろ、生命様の偽物め。こうしてよ、救急如立よ。ごめん、私の踊りたちよ。火の魂よい。シグネルダウン。よい。隙あらずよい。ノッコン症状。ごめん、私の踊りたちよ。火の魂
とりゃ瓦解拳、ここは私に任せて、心配ご無用です。命のきらめき、強説よ、気あらず強襲。戻しているなんて。さあ覚悟してください。何者かは知らんが、知っていることを洗いざらい吐いても、お助けを、お助けください。黒生命様、黒生命、不甲斐ないぞ雪女。これがもう一人の生命。お前は何者だ。我が名は生命、陰陽師生命だ。どうぞよ、式神として我が元へ戻ってこい。妹よ。どうぞ。すまない、私がお前のことを覚えていないのは事実だ。だが、必ず思い出してみせる。お前のことも、自身のことも。生命様、間違いない。この手の感触、本物の生命様だ。今日がそがれた。行くぞ、雪女。はい、黒生命様。待て。せいぜい抵抗してみせることだ。貴様にそれができるのならば、都は闇に包まれ、間もなく我が悲願は成就される。逃がしたか。黒生命、もう一人の私、そして私が調べようとしていた草薙の剣の行方。記憶を失う前、私は何をしようとしていたのだ。